生き続けろ、死ぬな。今の時代、お前の北斗神拳が必要なんだ。涙を笑顔に変えるために。亡き友レイの言葉を背に、ケンシロウは再び間宮の村を旅立つ。次なる相手は聖帝、あの剣王ラオウが戦いを避けた男。民を動員し、巨大なピラミッド聖帝十字陵を築く暴君。ケンシロウとの死闘でラオウが傷つき、世界の亀甲が崩れた今、聖帝を止められるのはケンシロウのみ。俺は逃げる、ひるまる、ひた進む。それが亡き友たちに対する手向け、それが圧政に苦しむ民を救う道、それが北斗神拳伝承者ケンシロウ。俺を倒そうとする人間には全てこの剣で答えるのみ。ならば答えてもらおう。第9話、狂乱のナント。言っておく、北斗神拳は無敵だ。十字陵を作るには人手がいるのだ。聖帝軍がこんなところに、誰か助けてください。
しやあなたは村にいる我らのリーダーに会ってください。奴らを手土産にして、俺も聖帝正規軍に入ってやるぜ。なんだてめえ。残念でした。
炸裂くん。俺たちも一緒に戦わせてくれ。Yeah.
貴様、どこへ行く気だ。すみません、暗いところが苦手なんです。明かりをつけてくれませんか。
で助かりました。我が村のリーダーは奥におります。ありがとうございます。あなたがいなければどうなっていたことやら。突入しろ！やつらの度肝を抜いてやれ！村が崩れていく。聖帝、なんたる非道、許せない。死にたい、痛いか。私とお前は戦う運命にあったのだ。北斗神拳、何故最強か教えてやろう。私を倒さぬことによりこの世に光は戻らぬぞ。私はナント六聖剣の一人、ナント白露剣の衆。人は私を盲目の刀匠と呼ぶ。ラオウ、サウザーと同じく乱戦で追いかける男。北斗、猛烈派。剣、白露剣の神髄。
せてやろう。力を知ることができなかった。シュウ、やはりあなたはあの時、俺の命と引き換えにその目を。